ネオ・ヨキオは、アメリカのロックバンドヴァンパイア・ウィークエンドの絵面、K ニッヒによって制作され、日本のアニメスタジオプロダクション IG とスタジオ、ディーンによって制作された、日米共同制作のアニメテレビシリーズ。2017年9月22日に、ネットフリックスで、シーズン1が公開、2018年12月7日に、クリスマススペシャルとしてネオ・ヨキオピンククリスマスが、 公開された。ネットフリックスのプレスリリースは、ネオ・ヨキオは世界最高の都市であり、19世紀に悪魔の攻撃から都市を守った魔術師たちが社会の上流階級としての地位を得て、マジェストクラットとして知られるようになった、現代のニューヨークのパラレルワールド、と説明している。シリーズは裕福で虚栄心の強いマジェストクラットである。 カズカーンと彼のメカ執事チャールズを中心に展開する。カズは街のファッショニストとして退屈でデカダンな人生のバランスを取りながら厳格なおば、アガサのもと悪魔払いの仕事をこなす。カズは恋人である銀行投資家のキャシーと別れたばかりで感傷に浸る日々。友人のレクシーとゴッドリープと上流階級としての暮らしだけをしていたいと考えている。 彼のライバルは数を成り上がり、と見くびる、名門貴族の末裔アルカンジェロコレッディで、二人は町に、巨大な電光掲示板の形で公示されたネオ・ヨキオの、結婚したい、独身男性ランキングの一位の座を争っているもと、ファッションブロガーのヘレナ・セント・テソロは、一話で、彼女のシャネルのスーツに寄り付いた悪魔を退治した数と、再会し、親密になる。 しかし、悪魔に寄りつかれたことをきっかけにエレナはネオ・ヨキオと資本主義システムに幻滅し、引きこもり、反資本主義活動家となり、ファッションと社会的地位にしか興味のない数と相対する存在となる。ネオ・ヨキオは2015年のアニメエキスポでのプロダクション IG のパネルでタイトルなしで最初に発表された。このシリーズは当初その年の初めに、 フォックスネットワークから姉妹ケーブルネットワーク FXX に移行したばかりであったフォックスのアニメーションドミネーションハイデフの深夜枠の一部として制作される予定だった。このシリーズに関するこれ以上の詳細は発表されておらずアニメーションドミネーションハイデフは2016年に営業を終了した。2017年9月7日、ネットフリックスは 未発表のネオ・ヨキオシリーズを買収し、それをネットフリックスのオリジナルシリーズとして配信することを発表した。シリーズのシーズン1は全6エピソードで2017年9月22日に公開された。2018年2月、ケ2日はシーズン2については確認しなかったが、今後予定されているコンテンツはもっとあるだろうと示唆した。2018年12月7日、 ネオ・ヨキオクリスマススペシャルが発売された。2018年10月9日に、ネットフリックスは、ネオ・ヨキオのクリスマススペシャル番組を2018年12月7日公開予定と発表した。トレーラーは2018年10月、2018年11月と2018年12月3日に公開。2018年12月7日にネオ・ヨキオ、 ピンククリスマスというタイトルの1時間のスペシャル番組として公開された。ネオ・ヨキオ、ピンククリスマスで主人公のカズカーンはネオ・ヨキオの街を脅かす巨大なクリスマスツリーの悪魔から街を守らなければならない。彼はまた街の一大行事である秘密のサンタ大会、彼のおばでありアガサの双子の姉妹であるアンジェリークによる訪問、そして アルカンジェロの企みに振り回されるスペシャルでは、ゲスト声優として、ジェイミー・フォックスが参加。ジェイデン、スミス、スーザン・サランドン、ジュード・ロー、ジェイソン・シュワルツマンもシーズン1に引き続き続投する。作中では、エズラ・クーニングによるオリジナルの新曲、フレンド・ライク・ユーが、複数回流れる。吹き替え翻訳、矢野真由美、内田隆子、井本里師匠、浅野智子字幕翻訳。 田辺拓郎、野口直を演出、岩田敦彦、ありがとうございます。